センテニアルパークと街並みムースファクトリーはカナダのオンタリオ州国連地区にある集落。人口は2458人。自治体として独立した地域ではない。集落のあるムースファクトリー島はムース川の川口近くにある島の一つで、川はジェームズ湾、ハドソン湾を経て北極海へとつながる。1673年に ハドソン湾会社のチャールズベリーによって毛川貿易の中継地として開かれた町で、イギリス人によるカナダ最初の入植地でもある。当初の労働者は主にスコットランドのオークニー島からやってきた。1903年に開かれたムースガー沿岸の町ムースニーと向かい合って、相互に町の機能を補いながら発展を続けている。島はフランスとイギリスの間で何度も所有権が 移り変わった。当初の公益施設は1696年に一旦破壊された後、1730年にハドソン湾会社により再建されている。その後2世紀以上にわたって、毛皮取引所として運営されていたが、一帯は1987年に北西会社に事業ごと売却され、さらに現在はスーパーマーケットなどの複合店舗、並びに、 かつての史跡を生かした観光施設として利用されている。ハドソン湾会社が建てた19世紀の建物は国定史跡として指定されている。現在は1931年に対岸のムースニーまで開通したオンタリオノースランド鉄道でオンタリオ州南部とつながっている。セントトーマス聖公会峡会島の住民の多くは原住民であるクリー族。島の北部にある クリー族の自治居住区と接したところにクリービレッジが作られ、クリー族の文化や暮らしについて、屋内、屋外施設で紹介されている。島の北端には、ジェームス米総合病院が作られ、北部集落を含めた湾岸一帯の二次医療を提供している。島には小学校からコミュニティカレッジまで、計3箇所の学校施設もある。島の著名な出身者として、 NHL の選手ジョナサンチーチ G ーが挙げられる。ありがとうございます。